石垣はですね、何度か来てまして、すごい好きな場所と、あと皆さんがとても親切で、とても元気なので、障害のある方たちも、できれば観光都市と言われるところなので一線で活躍してほしいと思っています。ですので今回もクッキーを作っていただくにしても、ただのクッキーではなくてですね、やっぱり東京の一流のパティシエを呼んで、その方が監修してもらってレシピも作ってもらって、皆さんに作りやすくて、しかも美味しいものでということで、もうずっと吟味してまして、で開発をしていただいて、崎山の方がそれをまた習ってもらってで今度はこちらの方に、先月来ていただいて、それで実際に指導していただいて、皆さんがこう覚えていただいて、だから相当失敗もしたんですけども、ようやく形になって始めてきたということで、仙台は8月の7日にオープンしたかったんですけれども、電力知事の方から緊急事態宣言の、ロックダウン的な内容が出ましたので、やっぱり島のためにやるというのと、あと障害者のためにやるということだったので、ここはやめようということで決断しまして、お盆を明けた今週にスタートする、実際にこれがいいのかどうかちょっとわからないんですけれども、ただ、やっぱり私たちもこう、ただこの空気を待つ時に始めるというところで、相当私も退職金を入れちゃってるので、苦しいところが実はあります。だからね、あんまり伸ばしすぎてもできないし、皆さんも逆に作り続けてなきゃいけなくなっちゃうので、それはあまりにもですね、逆に支援にならなくなっちゃって疲弊しちゃうので、しっかり決断してここで始める。向かいだから感染対策はしっかりして、もし混むようでしたら、受け入れの人数を、入店規制みたいな形でやったらいいかなと思っています。あとはSDGs をすごく念頭に置いておりまして、表にも書いたんですけど、5つほど挙げています。ほとんど、その平等だったりとか、それから障害者の雇用だったりとか、障害者という以前にもですね、働きがいがあるということがありますので、母子家庭の方だとか、いろんな社会的に弱者と言われる方たちが仕事ができるような環境を作れるかなというふうに思っています。それから大切なのは、やっぱり石垣はその海が資産になっているので、海を守りたいということがありまして、今ペットボトルを使わないと、これはまず始めようと思っています。ビニールでということで、ちょっとスリーブがこの少しビニール入ってますけれども、もう必要最低限にするつもりでいます。